こんにちは、チャーリーです。今回のレッスンは、多くの方が悩まれている、ダフリ、引っ掛け、スライス。この原因を一発で直していく、スイングのやり方、お伝えしていきたいと思います。ジャグル TV 始まるよ。多くの方が、インパクトの瞬間に、左のグリップを下に、グッと、押し付けて打っている方がとても多いです。これは自覚があるにせよないにせよ、当たる瞬間に左のグリップを下げる。こういうふうに打つべきだと信じていて、ダフリ、引っ掛け、そしてアウトサイドインに入るのでスライス。そもそもハンドファーストにもならないので飛距離も出ません。しかし、インパクトの瞬間に手は浮いたらダメだって思い込んでしまっているので、ミスが出ると浮いたからという真逆のことをイメージしてしまっている方多いと思います。この左のグリップがインパクトで浮いてはいけないと言われるにはそれなりの理由があります。例えば映像で見た時に後ろから撮影したら線を引けば浮いてないように見える、これも原因の一つですし、ハンドファーストに体が開いてめちゃくちゃ球が飛ばせてるプロが右から強いフックボールが出すぎるので、それを修正するために、わざと左のグリップの位置を下げて、高いフェードボール、まあ、止まる球を打つ。こういう練習をしている姿も見たり、まあ、中にはもちろんグリッパーが体の近くに来て、そして体を開いて打ってる選手もいるので、それができる選手はそれでもいいですが、左のグリップを下げることで、うまく球が打てていない。こういう方がとっても多いので、まずはこれからお話しするやり方やってみてください。条件は2つです。まず、当たるときに左のグリップを上げてください。高く。正面で上げると手首痛いです。手首の構造的にこれ以上浮かすことはできないので、体を開きながら持ち上げる。で、グリップを持ち上げるということと起き上がるということはまた別です。いくらお辞儀してても手は上げれます。当たるときに体が開いている。そして、左のグリップを持ち上げる。この、開くと持ち上げるだけを意識して、試しにスイングしてみてください。当たる瞬間に開く、左のグリップを持ち上げる。球筋的には、大きく右からフックしてきます。今まで当たる瞬間にグリップを下げなければいけない。こう信じてた方は、今の開くと持ち上げるだけを意識するだけで、突然、ナイスショットが打てる可能性高いと思います。思い切って左のグリップを持ち上げれば、逆にヘッドは落ちてきます。そして、結果的にサムダウンになるので、左の小屈ができてきます。要は、左の手首を持ち上げた方がフェースが閉じるということです。これを逆に下げるとオープンになります。よく右手はずっと左手の上だと。こういうふうにイメージ的にはこう振れと。こうすればしっかり手が返るでしょうというレッスンもあると思いますが、まあおっしゃる通りで、右手が上にあると感覚的にはヘッドがターンします。しかしこれ絶対にハンドファーストになりません。物理的に。なので、引く、開いてくる。そして、グリップを上げる。持ち上げる。で、持ち上げた時に開いている。このまま体を左に振り切っていただいて、スイングする。すると、ハンドファーストで、そして右からドローボールに当たってきます。思い切って左のグリップを持ち上げて振るというのは、やっていただくと、すんなり勇気を持ってやればできると思います。しかし、多くの方が、球が右にすっぽ抜けて、全く捕まらなくなると思います。逆に言うと、引っ掛けはこれで克服してます。ここから、ボールの後ろで体を開くことで、球を捕まえてください。ボールの位置も若干今までより左でいいかもしれません。左目に置いておいて、持ち上げながら開く。感覚的には、こういう感じ。かなり高い位置に。これが左手を下げてくると、こうなります。
下げた状態で体を開くとクラブが届かないのでボールに正面で打つしかなくなります。こうではなく、これは下げたバージョン、持ち上げながら開いたバージョン、しっかり体の回転でインサイドインに円運動でグリップが動いてくれば、体の回転がしっかりヘッドにスピードが乗ってきて滑らかに振り抜けてきます。過去にも左手お化け、こういう感覚ってお話しました。この当たる瞬間に持ち上げるこの感覚、そもそもトップから上げ続けてもいいです。下に引っ張るとやっぱり球は簡単に捕まります。右を向いたまま手を縦に下ろせば強制的にインから入り、フリップしながらですけどインサイドアウトに打てます。これでとりあえず大きくスライスしたりする人は一旦解決した気になりますが、大切なことはコースで勝負強く打てること。思い切りこの動きをすると物理的に綺麗にヘッドが入ってきて、気持ちよく振り抜くことで球がまっすぐ飛びます。これが球を掴まるためにグリップを下に引き下ろして体を止めて、こうから手を返す感じで打っていくと、もちろんフェースはターンしてきてインサイドから掴まってきますが、紙一重です。本当にドキドキしてきて、ここって時にこの動きでクリーンに球を打つ、ノンプレッシャーならできるかもしれませんが、ゴルフは常に恐怖感とか気持ちが穏やかじゃない状態で打つことも多いです。ゴルフのスイング作りというのは、楽しくてリラックスしている時に打てるスイングを作るのではなく、本当に追い詰められた苦しい時にこそナイスショットが出る、それを物理的に事前に考えておく、これが本当に意味のあるスイング作りだと考えてます。なので今回の左のグリップは下げない、当たる瞬間に持ち上げる、そして持ち上げる時に正面ではなく開いている、こういう感覚、グリップとヘッドというのはあべこべに動くので、グリップを持ち上げればヘッドは降りてきます。グリップを下げればヘッドが降りてきません。ヘッドは滑らかな円運動でトップからボールに向かって降りてこなければいけません。ということはグリップの位置も一緒に降りるわけにはいかないんです。グリップの最下点はこのあたり、上がりながら当たる、左サイドを引っ張りながら左のグリップが体から離れるような感覚、実際は体が開くので、まあ、回転しながら結果的には左サイドに振ることになるんですが、今までこの動きを意識したことがなかった方は一度左のグリップを持ち上げる、右ではなく左です、持ち上げながら体を開いて球を打つ、今これはユーティリティ持ってますがショートアイアンで小さな動きでやってみてください。あと最近は全国で少人数のレッスン会というのをやってます。1時間半で4人とかを何コマか、10月は福岡であります、先月は横浜でやりました、大阪であったり、まあ開催はしてないですけど北海道とか東北とかいろんなところで 1,2 ヶ月に1回は直接指導させていただくレッスン会開催してます。このレッスン会の予約をサロンの方に向けて先着のお申し込みをいただいて、そしてそれで埋まらなかった場合に会員ではない方にレッスン会のお話をしてるんですけど、今のところサロンの中の方で埋まっているので、まあ、こちらももしよければサロンの中入っていただいて申し込んでいただければ、直接お悩みを聞きながらその方に合ったアドバイスを的確にできるので、ぜひこちらもよければご利用ください。あとはちょっと雑談ではありますが、チャゴル関連のものがいろいろ最近作っていただいています。クラブで言えばクラブメーカーのゾディアさんがチャゴルパターをはじめウェッジ、アイアン、そしてこれはユーティリティ、これはチャゴルって書いてありますが、これは塩谷育代さんに作ったモデル、ちょっとグースのユーティリティなんですが、これも球が拾いやすくめちゃくちゃ構えた感じが良くて、もちろんいろんなモデルもラインナップされてます。こういったものも問い合わせていただければコラボして作っていますし、あとはマーカー、グリーンフォークとマーカーをセットにしたチャゴルマーカーというのもメルカリでチャゴルマーカーとかグリーンフォークで調べてもらうと、まあ、探せば出てくると思いますが、これも好評発売中です。ルール的にも正式な競技で使って大丈夫です。プレゼント用にもいいと思うので、チャゴルマーカー、フォーク、これも数に限りがあるので、なくなり次第販売終了しますが、使ってみてください。まあ、そんな宣伝はさておき、チャゴル TV 公式アプリ、有料サロンの方もコツコツやらせてもらってます。最近、海外からアプリ入っていただいて、外国の方も
たくさん見ていただいているんですが、この中で外国語の字幕はついていません。 YouTube に外国語のテロップが15カ国語ついてるんで、どれがついてるかなと思って入られるみたいなんですけど、残念ながら日本語のみなので今のところできないので、そちらはご了承ください。